休憩前に引き続き会議を開きます。山本健二君の一般質問を許します。山本健二君。山本健二です。よろしくお願いします。1、令和4年11月17日の総務文教常任委員会議事録を読み、職員の残業時間、職員数は適当か。2、台湾との交流について単年度で終わるか。交流内容、予算の詳細などについて問う。3、行員の管理について適当か、健やか両津で受け取れなかった補助金約200万円について問う。4、指定管理委託施設白雲台、サンライズ、城ヶ浜などの利用計画、利用者数などについて問う。5、佐渡市が保有する佐渡汽船の株主優待券の取り扱い、小金丸の冬季運航ダイヤについて問う。6、佐渡でも木質バイオマスエネルギーなど利用できないか。7、重要伝統的建造物群保存地区について火災での建て替え、修繕してくれる人がいるか。費用などの補助はあるか。8、馬野小中学校の体育館修繕などについて問う。9、社会体育施設修繕料の予算について問う。10、高齢者などへの、宅配生活支援について問う。11、環境美化運動について問う。12、高千穂漁港などでの魚の放流事業について問う。13、雇用機会拡充事業補助金などで建物を改装した場合の固定資産税の取り扱いについて問う。14、いつぼ地内の盛り土の予算、工事期間、施工方法などについて問う。15、佐渡観光ナビに掲載されている公衆トイレの設置場所の情報について問う。以上、よろしくお願いします。山本健二君の一般質問に対する答弁を許します。渡辺市長。はい、山本議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず職員の残業時間、職員数につきましては、これは総務長からご説明をさせます。続きまして台湾との交流でございます。本年7月に本市の偉人である山本定次郎氏の銅像を新たに高雄市政府から寄贈いただいたことを記念しました文化交流イベントを開催させていただきました。また高雄市と友好交流協定を締結したところでございます。交流内容につきましては、今定例会に補正予算として計上していただいた、観光分野のほか、スポーツ交流、また農業の交流などを含めて他の分野における交流も計画されておりますので、高雄市と協議をしながら確実に進めてまいりたいと考えております。続きまして行員の管理でございます。これは当然行員規定に基づき管理を行っております。この行員の管理の詳細および健やか両津の補助金、受け取れなかった補助金については総務部長からご説明をさせます。
続きまして観光施設の指定管理の利用計画などにつきましては個別案件でございますので、担当の観光振興部長よりご説明させていただきます。続きまして佐渡汽船の株主優待権および小金丸についてでございます。佐渡汽船の株主優待権につきましては株主に付与される権利でございますが、佐渡市の出資目的は一般株主と異なり、佐渡汽船の支援が目的であり、優待権を利用することは会社の収益にならないことから、うん、県と同様に株主優待権の発行は受けておりません。沖縄航路の小金丸導入につきましては佐渡航路全体の安定運航航路の観点から必要との判断し、県上越市佐渡市の3社で連携し支援するものとしたものでございます。今カウェル3隻とジェットオイル3隻このドックの状況を踏まえながら、当期間のダイヤについて、島民の利便性がまず一番になります。その中で車両や貨物構想航路全体の問題を含めながら今佐渡汽船が協議しておりますので、佐渡市としても、島民の利便性を優先に佐渡汽船と協議をしてまいりたいと考えております。続きまして、モクスバイオスエネルギーの利用でございます。まず、モクスバイオス、非常に魅力的なエネルギーではございます。しかしながら、佐渡の場合、やはり、この木を、そもそも木を切って持ち出してエネルギーにするということ自体は、コストに合わないものが木質エネルギーの基本でございます。真庭市と、やはり、ごみといいますか産業廃棄物として木の端が多いとかそういう形で燃やしていくというのがやはり一番エネルギーとしてベストということにはなるわけでございます。当然今佐渡は製材がそこまで大きくありませんので、やはりそのゴミを燃やしてバイオマスがというのはなかなか難しい。で一方搬出する能力自体が今佐渡の林業にはございませんので、そういう点では今資源はありますがなかなか安定的にエネルギーとして取り出すのは非常に難しいという状況でございます。そういう点でですね、さまざまな形で、木の切り出すコストを下げながら、森を整備する、そしてそれを森を植えていく、そういう循環の中で、搬出できることが可能かどうか含めてですね、今検討をしておるところでございます。続きまして重要伝統的建造物群保存地区でございます。宿根木地区では佐渡市伝統建造物群保存地区保存条例に基づき、建築物などの保存のために必要な修理修繕の経費を所有者に対し国県市により支援を行っているところでございます。現在災害時での費用補助は規定はございません。で全国の重点県でもやはり災害というのは重点県だけではなく他の地区にもあるということだというふうに私は思っておりますが、他の重点県でも災害の規定はないというのが現状でございます。そういうことでございます。現状の形で取り組んでまいりたいと考えております。続きまして万能小中学校の体育館や社会体育施設の修繕につきましては教育委員会からご説明をします。また高齢者の宅配生活支援でございますが、現在高齢者などの見守りを兼ねた宅配や市長サービスに対応できる宅配生活支援サービス取扱店により電話注文による宅配サービスを実施しております。また10月にはウェルシア薬局との連携協定により地域コミュニティの創出支援を目的とした移動販売者による高齢者の買い物支援事業を実施する計画となっております。今後インターネット回線を利用した宅配や行政手続きなどのサービス利用の普及促進を図っていくためにも、シニア向けのスマホ講座なども実施していきたいと考えております。続いて環境美化運動でございます。世界遺産の島美しい島の実現に向け5月のゴミゼロの日から9月までを佐渡の金山の環境美化活動集中月間として佐渡を世界遺産にする会などの関連団体や企業地域住民市職員などから広くボランティアを募集し実施しております。また佐渡国際トライアスロンに合わせた島内一斉の佐渡クリーンアップの実施や企業団体の自主的な環境美化活動などを支援し佐渡の美しい景観を守る活動を官民共同で、継続して取り組んでいるところでございます。続きまして魚の放流事業でございます。昨年度から実施している高知でのクエの放流につきましては離島漁業再生交付金を活用したものでございます。離島漁業再生支援交付金は漁業者の取得向上のために各漁業集落を行う取り組みに対して支援するものでございます。今後も各漁業集落が希望する取り組みに対してしっかりと対応していき放流事業に意欲のある漁業集落の場合は支援していくということがこの事業の目的となります。続きまして建物を改装した場合の固定資産税の取り扱いでございます。基本的に固定資産税につきましては建物床面積の増減を伴わない改装につきましては再評価の対象としておりません。
そういう点から、カット固定資産税の変更はないということでございます。続きまして、いつも市内の盛り土でございます。現在県と連携し速やかな搬出に向けて協議を行っているところでございます。工事予算と工事期間につきましては、今後盛り土の搬出先や作業スケジュールが確定した後になりますので、現段階ではまだ明確となっておりません。また施行計画などにつきましては、関係機関および関係者とこれから適切に協議を行い、計画をしてまいりたいと考えています。続きまして、公衆トイレの位置情報についてです。観光に関する情報発信につきましては、お客様への旅中情報発信を目的として、佐渡観光ナビ上にお役立ち情報をまとめたウェブページを作成しております。このページではイベント情報や交通情報とともに、公衆トイレのほか観光案内所、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドの位置を Google マップ上に表示したお役立ちマップを掲載してございます。今後は EV 充電スポットなども追加し、お客様のさらなる利便性の向上を図ってまいります。以上でございます。公園教育長。教育委員会へのご質問につきましてお答えをいたします。まず、真野小学校、真野中学校の体育館につきまして、施設の経年劣化による不具合などが生じた際は、状況を確認の上順次修繕をしてまいりたいと考えております。次に、社会体育施設修繕料の予算についてであります。施設の維持管理として消耗品など少額のものはその都度対応しております。また金額が大きいものは予算を要求して対応する必要がありますが、危険性の高いものなど緊急の対応が必要な場合は予算を優先的に充てることで迅速に対応しております。今後も予算要求の段階で各施設の現状をしっかりと把握し、必要な予算を要求して維持管理を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。中川総務部長。それでは私から、まず職員の残業時間、職員数につきましてご説明をいたします。業務の内容や時期によっては残業時間が多くなる場合もございますが、職員数につきましては適切であると考えております。続きまして、行員の管理につきましてでございます。先ほど市長も申し上げましたとおり、佐渡市行員規定に基づいて管理をしております。ただし今回健やか両津のケースにおいては、残念ながら適切に管理がされておりませんでした。また健やか両津で受け取れなかった補助金200万円につきましては、市の過去の事例や他市の補助金が受け取れなかった事例の対応状況などを確認し、懲戒処分をもって職員からの求償までは行わないことといたしております。以上でございます。岩崎観光振興部長。それでは私から、観光施設の指定管理の利用計画、利用者数などにつきましてご説明をさせていただきます。まず交流センター白雲台ございましたが、こちらにつきましては今年度から市の直営となっております。施設の管理や清掃業務などを外部委託している状況でございます。利用者につきまして、本年の7月末時点で昨年比約 2.6 倍の1万1118人にご利用いただいておりますが、今後の利用計画につきましては、利用者の方のさまざまな声を伺いながら適切な運営方法といったものを検討してまいりたいと考えております。続きまして、サンライズ城ヶ浜につきましては、宿泊利用者で前年比約 1.4 倍の1287人、日帰り利用者で前年比約 1.6 倍の1145人にご利用の方をいただいているところでございます。
以上でございます。中川、元井、山本健二君。それではよろしくお願いします。まず、いつもの、これ委員会で、説明者が来とるもんが、ずらんとは一言も言うとらんと。それから山本いくら言うてきてももう決まっとるし、無駄だぞと言うとる、そういうつもりでここに立っとるんだか来たんだか、それをまずお伺いします。曽我上下水道課課長補佐。ご説明いたします。委員会でお説明しております通り、私どもの方で、一度もその流出しない盛り土が動かないと申し上げたことはございません。また、議員おっしゃるように、速やかな先ほど市長答弁でも申し上げましたが、速やかな撤去に向けましてただいま検討調整中でございます。この方針は変わりないということをお伝えいたします。以上でございます。山本健二君。そんなら、ご苦労さんでした。もう聞くことねえし、ほら否決するだけらしい、反対するだけらしい。ありがとうございました。そんなら次、令和4年、11月17日の、総務文教常任委員会の議事録で、ちょっと聞かせていただきます。今、令和3年4月1日現在の職員で、1099人を、令和13年に980人119人減らしてと言うとおります。これどういうふうにしてやっていくかというと、デジタル化だかなんだかというとおる件も、デジタル化というのはどのことを言うなら教えてください。中川総務部長。ご説明申し上げます。行政事務において今、紙ベース、マニュアルのような形でやっておりますが、その部分に関しまして事務効率を上げるためにデジタル化システムの導入でありますとか、いろいろなところをしました中で、職員数の削減にもつながっていくというふうに考えております。山本健二君。以前俺パソコン読むとソフト読むと工程やら残業少ねえなる中つって言うとるのは、それに入らんの中へ。中川総務部長。ご説明申し上げます。それぞれの業務の中で必要なシステムの台数でありますとか、必要な人員が当然ございます。その中で増やす必要があるものにつきましては、議員おっしゃる通りパソコンを増やしと業務に当たることが事務効率を上げることにつながる場合もございますが、以前お話があったものにつきましては、窓口業務の中でマイナンバーの手続きの関係でございましたので、それにつきましては現在の台数で賄えているということを回答させていただきました。山本健二君。ということはやっぱりパソコン用ももちっと増やさんなんつうことを言うとるんだか、パソコン用も1万台数でもうだんだん少なくなっていくんだすけん、いいっつうことだかい、年数でこう壊れたようなんで買うだけでいいっつうこと言うとるんだかい。中川総務部長。
ご説明申し上げます。全体業務の中でのパソコンの必要台数、それから職員数に応じた形の中で随時更新としていくという形でございます。山本健二君。ということは、まあ、従業員さん今、今年のはもう計画通り、来年度か、来年度になると大体同じぐらい予定した人数を減らせる予定になっとるんですか、予定っていうんだか感じになっとるんですかね。今順調に進んどるんだか、これに向こうて。中川総務部長。ご説明申し上げます。10年間で119人ということで、簡単に言いますと1年間で、まあ、10人前後の職員の削減というところでございます。それにつきましては毎年必ずそういった形のものが平準化されておるわけではなく、施設の民間以上でありますとか、そういった部分の中で大幅に人数が減る場合もございますので、全体を通した中で進めていくというところでございます。で、職員数につきましては退職される方、それから新規採用される方の、まあ、全部が補充できるというところがなかなか今できておりませんので、そういった部分においては職員数は毎年今減ってきておるというような状況でございます。山本健二君。次、今度タイムつんだか残業についてちょっと聞きたいです。質疑つんだか委員が公務員の方で、こう言うとるんですわ。公務員の方で上司が勝手に自分のタイムカードを切って、それから残業されているということを私が苦情を受けつけたケースがあるんですが、やはり実態は把握されて いないというのが令和3年の現状なんですかと聞いて、それ総務部長が上司の方が勝手に切るというその意味がわからないので、わからないですけれども、その辺を もう少し詳しく教えてくださいと。それで、詳しく話すとちょっとどこの誰かというのが分かると困ると思うのですけれども、自分がまだ働いているのにもかかわらず上司の方がその働いている方のタイムカードを勝手に押して、その人は残って残業をしているというところが何回もあったということですと、こう言うとるんだ。これはやっぱりおかしいと思う。長川さんはどう思うかの、長川さんのね、総務部長はどう思いますか。中川総務部長。ご説明申し上げます。その件につきましては後日全体調査をかけまして、そのようなことはないというふうに報告を受けております。山本健二君。調査したところこういう事例はなかったと、調査した結果出てこんかったと、そういうことを長谷さん総務部長は言うてくれとるんだと思うけども、委員は自分のところに相談に来たっつうとんねん。それのに出てこんっつうのは俺おかしいと思ってんねん。それでその後、まあ、詳しいことは後ほど教えてください。調査しますし、調査しとんだのを聞いて。そこは間違いありませんか。中川総務部長。ご説明申し上げます。繰り返しになりますが、調査をしまして、そのようなことはないという報告を受けております。山本健二君。委員長にあれだけもこれどっちかが俺は違うこと言うとると思ったんですわ。言うた人と委員と
総務さん、総務部長に言うとるのと矛盾しとると思うんだが、これどっちが本当なの？ちょっと教育長、この文章でどう思うの？いや、上げとるんですか？手を上げとるんですか？いやって言うとるの？いやっていうのもあるんですか？いや、手を上げとるんですか？はい、公園教育長。判断材料を持ち合わせておりません。答えできません。山本健二君、ありがとうございました。後ほどしっかりと相談しませんか。次、俺主には、これはやっぱりどっちかが本当だか、やっぱりやめ調査しなんと思うんだわ。ほら議長、なんかこう調査するっていうようなことできるんですかの？あ、すいません。あ、市長、これもうちょっと詳しく調べる気はねえですか？渡辺市長、あの気もあるも何も調べたら報告ということで聞いておりますので、あの基本的にはあの報告、あの調査終わっているという認識で私は聞いております。山本健二君、今の聞いて、まあ、市長もこれは本当だなと、部長言うのが本当で委員言うのが嘘だなと、こう判断しとるわけだの。それでまあ次行くけも、時間外というのは、あ、これ言うたかい。それで週にどこやった議員のとこに、委員のとこに、相談にしに来とると、残業されとってあしとるのに、上司が勝手に切って、なんつうんだ、残業を続けさせとると、委員のとこに相談しに来とるつうんだけも、中川さん、総務部長の調査だと、そういう事例は出てこんかったと、タイムカードを調査しても、そのなんだ、会議だねや、なんだか長らかっていうの2つあって、今年の令和4年度の監査委員の意見を見ると、今度は余計ジェンハロトル氏っていうの出とったんだけども、これどういうふうになっとるんだ、両方とも調査しとるんだかい、調査内容っつうんだか、ただ課長にみんな集まった時に、こういうこと言うとるが、お前たちやっとるのかやっとらんだか、つぐれんだか、本当に全職員のタイムカードを調べたんだか、その辺どうなんですか。中川総務部長、ご説明申し上げます。調査につきましては所属の庁を通じまして、それぞれ所管の中でそういったことがあるかないかというところで報告を受けたものであります。山本健二君、つうことはやっとるもんにやっとるかどうか聞いたつうことだ、可能性あるもんに、そのようにちょっとまずいなねえかな、どうらでしょうか。中川総務部長、まず残業というものは、時間外命令というものは所属長がまず事前に命令をして行うものでございます。そこの中でこのような事例があるのかどうかということを確認させていただいておるものであります。山本健二君、そういうし、あのその上司通問に聞いたんじゃ、やっとるもんにお前やっとるんだかっつって聞いとるよんもんだっつうのや。
ここは違うんかい。中川総務部長。繰り返しになりますけれども、やっとるかやってないかという判断はできませんので、所属庁を通じて確認をしておるということでございます。山本健二君。やっとるかやっとらんかわからんから、一番課長さんに聞いたんだか誰に聞いたんだ俺わからんけも、おめらちこういうことやっとるんだかどうだかつって聞いて、あやっとらんつったし、あこういうことはなかったという報告になっとるということですか。それで俺の主にはどこどこもんがやったつの分かっとるんだと思うんだけども、委員に聞いたときはそういうことは聞けんかったんだかの。中川総務部長。ご説明申し上げます。個人の特定とかそういったところの部分に関することというところの中で、詳しくというそのところまでは確認はできておりません。山本健二君。ということはまあしっかりしたことねえすけん、やっぱりそれで、新人なんつうことだ。分かりました。まあ後でまた何かあったら聞かせてください。それで次行きます。台湾との交流、これについて教えてください。予算つうもんはどのぐらい盛るんだか、それからどのようにしてなんつうんだい、あこをきれいにしていくつうか、あの辺をきれいにしていくつうのはどの程度の期間でこうきれいにしていくつうの計画つうんだか、あれはあるんでしょうか。すいません、山本定常さんの銅像の周りのところはこうきれいにしていくというか、そういう計画は月に、いっぺんにこうきれいにするとか、みんなでいっぺんきれいにするとか、そういうことを聞きたいです。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。山本英二郎さんの銅像の、確認につきましては、まあ、我々本庁の方、それから間の行政サービスセンターともこちらの、協議のしながら、まあ、確認の方、してまいりたいというふうに考えております。山本健二君。今言うたのは俺近所もんし、ちょっと上がると俺のところ交番もんし、行ってみておい、行政サービスセンターちょよっつって、それちょっと伸びとるがちょっとあれどうらっつって言うたら、予算がありませんと、こう言うとるもんし、俺そら困ったなっつって、俺、センター長、誰に借れって言うとんだ、誰に借れって言うとんだって俺に言うたな。俺はセンター長には借れとは言うとらせん。要求してちゃんとやってもらいたいと思っとったら、1週間か2週間経ったらきれいになっとった。それ今度は聞いたら「おいらちやったんだね」っつって、今度はまたあれしたら「いやいやおいらちやったんだ」っつ。インバウンドだし、俺言いてえのは次のインバウンドもまた勝手に押しとんだねえかと思っとんだよ、指令書のこう。岩崎観光振興部長。
ご説明いたしちょっと先ほどご説明不足していたところがあったかもしれませんが、山本栄治さん の銅像の、周辺の、理科につきましては、観光振興部それから、総務もあるかもしれませんの、行政サービスセンターと協議のをしながら美化のを務めてまいりたいというふうに考えております。それにつきましては必ずしもその業者へ委託ということでもございません。職員の方でも、美化に対して、そういった作業を行うこともできますので、予算が必要になりましたらそちらの方は計上し、また委託の契約等ございましたら契約の行ってまいりたいということで、手法 に関しましてはいろいろあるというふうに考えております。山本健二君。今のちょっとだったら口足らずというんだか説明足らずでちょっと分からんというのもおるもんし、もういっぺん言わせてもらいたいんだけども、俺草買ってくれって言ったらセンター長は予算ねえと言うて、俺に言うたもんし、そんなら困ったなつって言うて、総務長に、部長に電話してこう言うとるがつって言うて、言うておったら2週間も経って今度はよいよダメな、俺に買ってやらないなと思って行ったら綺麗になっとったの。それもんし、これはセンター長がやってくれて予算をどうかこう工面してくれてやってねっつって言ったんだけども、予算を工面してやってくれたんだと思って、俺お礼の電話したの。お礼つうかようやってくれてありがとうやと、それで俺らねっつって言ったの。それで下部下つうんだか下もん聞いた、いやいや俺らっつって言った。だしこうそういうのって出す時にはこのなんつうんだ、業者に出したならなんだ今番おさんなんのんでしょ。センター長は分からんのに下もんが勝手に申したってことだ。そういうんだねえかっつって聞いた。まだ終わり、業者に出したって言うたんです。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。今ほどご質問いただきました山本栄治さんの、銅像の美化につきましては、どのような手法で行われたかということにつきましては今ちょっと私確認できる材料の方も持ち合わせでございません。申し訳ございません。山本健二君。こうなんて言えばいいんだ、こういう俺どういう紙でこう婚姻を使いますっていうのを出すんだ、ほら分からんけも、そういうどこに押しますっていうのを書いてそれポンと押せるんだつは立ち会いにおらんで、そういう説明だったんだ。二人おって、ほらあれの時に聞いたら二人おってこの文章にちゃんと間違えねえなと、この文押すつ紙のとこれと間違えねえなつって確認しようって押すんだと思ったら、いやいやそうらね、この紙をさ書か誰でも押せるんだっつった。渡辺市長。申し訳ありません、通告は台湾との交流で、門取りは通告書通りということですので台湾との交流の準備はしておりますが、まさか山本定次郎像のあれとはちょっと聞いておりませんので、草刈りとは聞いておりませんのでちょっとそこら辺ちょっと今日は調べてないので通告会で申し訳ないんですが、ちょっと今日はその材料ありませんが、多分指示書によるあれだと思いますので、確認は後でしておきます。3番に通告はありますよ。それは印判です。行員の管理について山本定次郎像台湾のところなんです。そんなところでそんなところが広げられて答えられないんですよ。3番は印判の話なんで、あるねんじゃん。通告通りっていうとまた全部山本健二君準備なんかできないですよ。すいません、通告今度はやんべんしてすいません。聞き取りの時も俺も言わんかったっつうかなんつうかあれんだかもう知らんけど、今ちょっと思いついてあれしたのも悪いけど
すいません。次、行員の使い方、これについて教えてください。今言った通りに、なんていうんだよ、押してもんを2人して確認して、押すようになっとるんだか、いやいや、そこもあるし、押す文章、こういう文章のとこに押しますよっていうのを1人で押せるんだか、その辺どうなっとんだな。中川総務部長。ご説明申し上げます。行員規定においては、行員の保管者または取扱者が責任を持って管理をし、その使用につきましては使用簿を利用しまして、使用簿に記入をし、その保管者あるいは取扱者の確認を得て行員を押すというような形で決められております。山本健二君。決まり聞いとるんだねって、決まりも教えてもらわなんけも、俺に言ってんのはこの書いたもんと、ここに押しますよって書いたもんとこれと同じもんに押しとるかっていうのを確認はこの押すもんだけでやっとるんだかっていうのを聞いてる。中川総務部長。ご説明申し上げます。使用簿に必要な内容を書いてございますので、それを確認をして、押しておるかと思います。山本健二君。その確認するのがこの文章に押したい人が確認してこういうとこに何つだ押しますよっつう人が、確認して押すんだか、それとも確認するものは別におるんだかっつうのを聞いて。暫時休憩します。ちょっと行って聞いて。中川総務部長。押印するときに押しに来た人だけではなくて、行員を保管をしておる保管者な、あるいは取扱者が確認をして押しとるということです。山本健二君。そういうふうに実際やられてますか。俺聞きに行ったらそう答えんかった。間の行政サービスセンター、それから事務局、事務局はあんまり契約書通もねえすけん、押す機会はねえけんもそこがあるし、紙書いてポンと押すと、そう言うた。議長ありがとうな。議長ありがとう。ちょっと暫時休憩させてください。な、再開します。中川総務部長。
婚姻を使用する場合のルールにつきましては婚姻規定に書いてございます。で、この健やか両通の件につきましてはそのルールにのっとらないで勝手に婚姻をしたということが不適正な事務の取り扱いになっております。で、今現在各行員がある部署にどのような形でどういう対応をしておるのか確認を今さして、調査をしております。議員おっしゃられる通り真野のセンターでそういったことがあるということであれば注意をしなければいけないというところでございますので、調査の結果を待って不適正なものがあればまたきちっと指導していきたいと考えております。山本健二君、よろしくお願いします。これこういうこと、あるとようねと思うし、俺説明し方悪っていつも迷惑かけてすいませんが、よろしくお願いします。次200万の、200万のはそのやったものにはからはもらえんと、その代わり罰則つんだかあれがあるし、それでチャララと、チャラつんだか、それで普通はいいつ判断でやっとる通勤も、いつも弁護士とかそんなの聞いてつって言うときも、その弁護士が何人ぐらい聞いてそういうのって判断するんですか。中川総務部長。ご説明申し上げます。弁護士につきましては1名の方が顧問弁護士というような形で、年間契約をさせていただいております。山本健二君。弁護士というものはみんな完璧もんじゃねえ、もうちょっとこう大事によくことを判断してもらわないのに、もうちょっとお金かかるってももうちょっとこう多角的っていうんだかなっていうんだ、いっぺんこう意見聞いてやらんと、いざする時に反動できないかと思うけども、いかがでしょうかの。中川総務部長。ご説明申し上げます。弁護士に判断いただいておるのは、法令の中で、間違いがないのか、こういった形のケースの場合どういった前例があるのか、そういったようなところを中心に確認をさせていただいております。ですので、複数いるかといいますと、私は複数ではなく1名の方がまず必要ではないかと考えております。山本健二君。なんだ、市長に聞こえんかったっけ、もなんだ言うとったっけ、もう市長で何を言うとったんだ教えてください。渡辺市長。ですね、弁護士が判断してるんじゃないんです。弁護士はその懲戒に関する法を見て、そして他の市の事例、今までいろんな問題が起きた時に、判例とかもございますので、それを全部調査をして見るのが弁護士の仕事でございます。ですから弁護士の一人の判断というのは、さまざまな事例をの中の適切な判断を我々にお示しいただいているということで、弁護士の判断をもとに最終的に我々が懲戒処分等を含めて決めているというのが状況だということでございます。山本健二君。ありがとうございました。それでも、弁護士もう一人をほら一遍事例に出てくるんだか、一人でも出てもう一人 も同じ量飲んだか、やっぱり事例出すけには二人にしても同じパイなんだかな、その辺ね、どうですかね。渡辺市長。専門がですね、
複数あるからいいっていうわけではなくて、法務、あの公的法務をもう専門でずっと学んでいらっしゃる先生、弁護士でございますので、長い間の行政経験がございますので、そこに関しては我々は絶対的な信頼を置いておりますので、取り立てて新しい弁護士と2人でチェックするというのは基本的にあの法の携わる弁護士を雇用するっていう仕組みの中ではあまり例のない事例かと思いますし、佐渡市としてもそこはあのしっかりとあの弁護士に対応していただきたいというふうに考えております。山本健二君。次、ありがとうございました。指定管理委託施設、指定管理委託施設についてお伺いしたいです。これ白雲台、これ 2.6 倍もお客さんつうか訪問してくれると方がおるつうけも、今それこそ、山歩きつうんだか。なんつったら、あのクラブ活動でも今度は入れるというの、あのが左官門市こう 2.6 倍も来てくれとるんだろうけども、これもうちょっと利活用のところで、部長俺何べんも言うとるんだけども、もうちょっと努力義務っつうんだか努力に足らんと思っとるんだが、その辺、ね、どうですかね、その辺をお伺いしたいです。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。7月末時点で、あの議員先ほどおっしゃいました通り、昨年比の約 2.6 倍というお客様にお越しいただいております。ただあの今後やはりあの私どもとしましても、もっとお越しいただける、ための、まあ、利用の計画というんでしょうか、そういったものは利用者の方も、お声を伺いながら、検討の方議論をしてまいりたいと考えております。山本健二君。そういうのもいいんだけども、検討ばっかりしとってもちっともだちかんと思うんだけども、これ委託室の中決まってからどのぐらい経っとんだい、これちったらしかしかやって汗かかんなんだねえかや、どうですか。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。今の業者の方に委託しているのはあくまでも施設管理と清掃業務でございますので、あの委託内容につきましてはあの事業者の方にきっちりと行っていただいております。まあ、その他の活用計画を考えるのはあくまでも観光振興部の方になりますので、これはあの繰り返しになりますが、利用者の声も伺いながら今後の活用については議論の方を進めてまいります。山本健二君。これ何べんも言うとるんだけども、なんつうんだ、利活用の委員会でも前も立派だったけども、俺たち任してくれ、負けんぐらいやるっつって言うとるはずだ、利活用の。それのにあのーのね、なんだ、自販機一つ置いて、それでなんだ、入山届出してもらって、トイレ使ってもらって、それだけで誰にかやっとんの。もっとこう、あのおるもんにお願いして、ここにはこういう植物あるとか、この辺で見ると景色いいとか案内してもらうつうか、そのしてほしいって言うとるし、それからあの防衛のあの門、あれをもうちょっとあのこう出入りしやすいようにお願いしてくれっつって言うとるんだが、その辺努力してくれとるんだがや。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。今の事業者の方にあの委託をしているのはあくまでも施設の、まあ、単純な管理といいますか、あと清掃の業務ですので、あの事業者の方には委託内容をきっちりと行っていただいております。その他効果的なやはり活用はまずは観光振興部の方でどのように、したらあのもっとお客様が来ていただけるかを、検討するということだと思います。はい、はい、であの今回直営にしましたのは、やはりその施設の現状ですと、今これを委託してもあの手を挙げてくださる業者おそらくあの見つからないとあの状況でございましたので、あの我々の方がまずは直営にしたというところでございますので、あのまずはあの観光振興部の方で
今後の活用を検討してまいりたいというふうに考えております。防衛道路も言うときたいいな。防衛道路山本健二君、まあ、その委託者募ってもおらんかったつけもいくらぐらい委託料出す気だったんだの。それから防衛道路の門はどうなったな。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。指定管理出すことにつきましてはさまざまな条件がございます。現状かなりこれまでお客様が少ない状況でございましたので、まあ、指定管理というのは難しいであろうということで判断をいたしました。ちょっと防衛道路につきましてはちょっと私の方まだ検討といいますかしてございませんでしたので、これはかなり関係機関との調整がかかるものというふうには理解しております。山本健二君。これまあ、俺何べんもこれで部長に観光部長つんだかにお願いしとることだ。ちっともやってくれんつうのはちっと困るな。足かいてもらわにゃ。それから委託料つうもんはなんだ俺は分からんけんも。やってくれとは根拠ならやってくれるもんおるかっつって募集したんだか、そらね、やってくれるもんたらおるかっつって募集したんだか、その辺募集の仕方はどうだったんですか。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。これまで指定管理ということでやらせていただきました。で、指定管理 の自宅の、事業者の方とお話をするに、まあ、今までの指定管理ではかなり、まあ、厳しいという話もいただきました。で、我々の方もそういったその指定管理を上げるわけにはというところもございますので、まずはちょっと直営で、簡単な施設の管理をお願いしというところで、具体的な、活用方法は観光部内で検討するということで、令和5年はその方針で動いております。山本健二君。そんなら、まあ、観光課の中でもうちょっと話し合ってやってみてください。まあ、俺もなんだ委員会がこの委員会らすけにゃまだ聞きますけども、よろしくお願いします。サンテラス、城ヶ浜、これについて教えてください。サンライズ城ヶ浜について教えてください。ほら、お客さんがいっぺん来てきたもんし、いいと思っとるんだけども、なんつんだっけ、運営状態はどうなっとるんだけど、やっぱり大勢来とるもんし、そう出さんでもいいようになるんですか。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。サンライズ城ヶ浜につきましては、いわゆる指定管理施設というところで、今年度から指定管理料の方も上げております。まあ、現状のところ の利用者数とお聞きしているところですが、こういったものにつきましては年間のトータルであるとかという状況も判断しながら、また事業者の方ともお話し合いを続けながら考えてまいりたいと、考えております。山本健二君。これ、まあ、数字こう 1.4 倍も日帰りも、なんだ 1.6 倍も日帰りに方多くなったっていうのは、地元の者がよう使ってくれるようになったんだか、なんつうんだ、旅行者の利用が多いんだか、どっちなんですかね。これ分かりますかの。岩崎観光振興部長。詳細な分析は、これから、ちょっと行わさせていただきます。ただ宿泊につきましては当然のことながら当該の方が多くご利用しているということで伺っております。
山本健二君。どうもありがとうございました。次、佐渡市が保有する佐渡汽船の株主優待券の取り扱い、これまあ佐渡市はこうなんつうんで、あの第三株を買うたのがに佐渡汽船の状態を要するために買うたんだし、優待券をまあ使えんということだと思うんだけども、これはなんだ佐渡汽船もなんだ民泊だかなんだやるつう時、もう佐渡市からよすあの税はいらんつって言うとのに、あれも佐渡市から税がいっとるつうのが気に入らん、気に入らんつう言い方ねえけども、それからそうしてやっとるんだすけには使えいいと思うんけども、なんで使えんのんだな。優待券ですか。優待券使えんか。岩崎観光振興部長。はい、ご説明いたします。佐渡汽船の株主優待の、まあ、仕組みでございますが、保有株、5000株につき、株主優待乗船券の引き換えの券をいただけるという制度でございます。まあ、しかしながら議員も先ほどおっしゃいました、佐渡汽船の我々支援、経営支援をしているような状況で、この優待券をいただくということは直接佐渡汽船の収益にはならないということでございますので、こちら新潟県も同じ考えで優待券の方を利用しておりません。で、佐渡汽船の経営状態ですが、回復を見せているということではございますが、まだまだ長期借り入れ等もございます。経営の方は必ずしも好転というところでございませんので、我々としましては株主優待券の方も今後は、利用するということは考えてございません。山本健二君。俺ちょっと計算してみたら140万ぐらい捨てとるんだの。使うは2トンの運賃にあれして換算するとそのぐらいになると思うんだけども、それ使わんつうことは尊敬捨てとるようもな、しっかり使おうて使えるところに使おうてやらいいと思うけども、佐渡汽船も欲しい時には欲しいって言うてくれとるんだもん。同じように使わいいと思うとるけども、その辺どうらの。渡辺市長。目的が違うと思います。公の役割として企業から利便性をいただくためにやってるわけではございません。あくまでも佐渡汽船の経営安定のために取り組んで、それが新潟県ですし、他の自治体も多くはこういう形で取り組んでいるというふうに思ってます。で、一方佐渡汽船が支援がいるというのは、これはもう全く状況違いまして、佐渡汽船の経営支援ではございません。補助金というのはずっと議論ありますが、民間企業者が公益的な仕事をするために、寄付としてお渡しするのが補助金の性格でございます。そういう点から踏まえて、国の補助事業ということで事業が認定されて、それに合わせて市が支援するという形でございますので、そもそも佐渡汽船の経営とこの補助事業を一緒に考えること自体がやはり適切ではないというのを私は考えております。山本健二君。そういうのがあれんだか知らんけど、俺考えるのはさ、考えるのは、まあ佐渡汽船もここへ来てもう支援はいらんつっていっぺん言うとるわけだ。そういうのに今度は民泊らかなんだやりたい時にはちゃんとくれって言うてきとるわけだ、要求しとるわけだね。そうしたらこうもうあれやすけには何て言うんだ、この優待券も使わいいかと思っておけども、そういうわけにはいかんということですか。渡辺市長。全く目的が違う話が一緒になっているということでございます。ですからやはりその地域を元気にするための振興事業と佐渡汽船の経営、これは一緒にすべきではないというふうに考えております。山本健二君。まあ、分かったような分からんようなあれんだけども、次行きます。小金丸。
これ当期のダイヤというのでお伺いしたいです。これ、こっちから5時半のカーフェリー、これをドック入りの時の5時半がねなるんだけども、これをぜひ通してもらいたいとお願いして、委員会でお願いして汗かいてみてくれとお願いしとんだけども、どの様子でしょうか。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。佐渡汽船冬季ダイヤにつきましては今内部の方で、検討されている状況というふうにお聞きをしております。佐渡市といたしましても、島民のやはり利便性というものを、最重点に考えて、そのダイヤの方を検討をお願いしているところでございますので、お答えの方まだ、正式にはいただいていない状況でございますので、そちらはいずれ方向性等が明らかになりましたらご説明のをさせていただきたいと考えております。山本健二君。それで、先ほど、市長が今度は決まったら佐渡汽船の方に来てもろって、その概要つんだか内容つんだか お知らせしてくれるつって言うとたと思うんですけども、それの時に運航管理責任者この者に、来てもらいたいと思っとる。そのわけは俺株主総会に行った時に、小金丸が「どうら」っつって聞いたら「運行してみにゃ分からん」っつって言うと、そういうし「どうなっとる今どうなっとる本当は」っつこれを聞いてみて、正式に場所でその辺配慮をお願いできますか。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。佐渡汽船の方、ご説明に来ていただく方につきましては佐渡汽船さんとご相談の上、決定していきたいというふうに考えております。山本健二君。これなんで言うかというと、社長らとなんともねっつうばっかり、やっぱり責任者こう正直というかある程度正直に言うもんが来て説明してもらえて、それから佐渡市からも総会に行っとるんだけども、これはおかしいなっていう時何も言わせん、これまたおかしい、この辺やべえやってくれ、汗かいてくれ、汗かく時にはお願いしますわ、いかがでしょうか。岩崎観光振興部長。はい、ご説明いたします。株主総会観光振興部の職員の方出席しております。必要な、状況でございましたらしっかりと発言するように、そちらにつきで心がけてまいりたいと思います。山本健二君。副市長にちょっと聞いてみてです。前以前の佐渡汽船の時はこういう場合は何つうんだい、こういうふうにして丁寧に説明して何つうんですね、総会読んのも両手でやっとるし、それから何つうんだ、佐渡市をもうちっと佐渡の人をもうちっとこう大事にしとったような気にするんだけども、その辺変わってないでしょうか。その辺ちょっと教えていただけませんか。伊海副市長。株主総会の関係につきましては、道のりホールディングの経営になってからは新潟の方で行われているというふうに、承知しております。山本健二君。そういし、俺に期待したのはさ、本社は両津飲んだし、なんで新潟でやらなんだと、こっちでやってくれと、このぐらい言うてもらいたいと思った。それね、向こうにも、なんつうんだ、株のほとんどは取られてるし、会場は向こうの勝手だと、
こういう発想は俺ちょっとあれだと思って残念だったけども、いかがでしょうかの。議会副市長。はい、まあ、従来の佐渡市の立場と、それから今あの道のりホールディングが事実上の経営になっている中での我々の立場と少しこう微妙に違っております。で、今じゃあ佐渡の方で、総会をやってくれということは、もちろん、話としては出せると思いますが、それが通る話かどうかというのはやはりちょっと違うんだろうというふうに思います。山本健二君。まあ、無理の無理しって言ってもそれは無理のことであるんであれだけども、まあほらテレビなんていうんだ会議だけでも流通会場にして同時に開催してくれてお願いはしておきました。次、佐渡でも木質バイオマス、これについてお伺いしたいです。これまあ佐渡も山いっぺんあってあれんだけども、まあちょっと俺も難しいなと思っとんだけども、委員会でまあ聞いとる話をあれするとまあ森林組合さんが一つになったりあれこうひつら望みがちったあるんだかと思うとんですけども、いかがでしょうか部長。本間農林水産部長。ご説明いたします。まあ、佐渡での木質バイオマスの可能性でございますけれども、まあ、あの議員ご存知の通り、現在の状況ではあの、まあ、森林組合であったり林業事業体の、まあ、生産能力が乏しいということで、まあ、バイオマスで経営が成り立つというような状況ではございません。まあ、しかしながら民間事業者自ら伐採を検討しているということも聞きますので、まあ、そもそもの島内でのその素材生産量を上げていくという努力をしながら、まあ、島内であった、まあ、バイオマスにつきましてもいろいろなもの、発電から熱利用からいろいろなものがありますので、島内でできるものにチャレンジしていければと思っております。現状では、発電であったりそういったところは難しいと思っております。山本健二君。ちょっと生かしてもろって勉強させて少し勉強させてもろたんですけども、このタラチップにしてタラも野菜いつもんだねってこう水分量とかそういうのを均一にしんとなかなかうまくいかんつって聞いてきたんですけども、島内でやら、製品にしとる方々いらっしゃいますけども、そういうのを使ってこうストーブのあれに燃料に今度は灯油も多幸なっとるすけん、島内のあのチップじゃそういうのにはこう規格がバラバラすぎて適しとらんのんだかどうだかその辺分かりますかの。本間農林水産部長。はい、島内で製造されておられるチップが、島内のその使用されている木質のストーブ等に適用するかどうかということは私今ちょっと存じ上げておりません。山本健二君。調べて適なっつうかいいなつうようなんだったらまあ使うてちっとでも使えるようにしていただきたいと思いますが、調べる価値があるんだか意気込みはどうでしょうか。本間農林水産部長。はい、
ご説明いたします。一応チップがどういった状態で、どういう可能性があるとかというのは、できる範囲で、調査というか、調べてみたいと思います。山本健二君。しっかりと調査して使えるようだったら普及活動を積んだか、それに努めていただきたいと思います。次、重要伝統的建造物群保存地区についてお伺いします。火災の時の建て替え、修繕費用の、してくれる人、これは今佐渡にはいらっしゃるんでしょうか。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。火災に限らず、修繕、修理と対応する事業者の方はいらっしゃる、ちょっと正確な数の方は把握しておりませんが、事業者の方はいらっしゃるというふうに認識しております。山本健二君。それで、視察に行ったところで火事に運が悪い火事になったところがあって、その方が火災保険に入ってらんもんし、なおせんつのを見てきたんだけども、佐渡の場合は火災の時にはどのようなあれ対応になるんでしょうか、教えてください。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。火災の対応ということにつきまして、議員印刷されたところと同じく、佐渡市においても火災に限定した費用補助というものはございません。ただ建物の修理であるとか、建造物の集計ということであれば補助制度はございます。山本健二君。つうことはやっぱり火災つうか、そういうのは怖いつうか、お金を出してやれんつうことは、みんなやっぱり同じように、なんつうんだ、火災保険に入ってもらおうて、自分のことは自分で守るつうか、それが当たり前ことだと、こういうことを言うとるんだと思うけども、そらそらと思うし、次、間野小学校体育館修繕、これと社会体育施設修繕の予算について問うの、これについてちょっと2つちょっとお伺いしたいです。それでこれ、間野小中学校の修理というのは守りついていつも言うとるんだけども、電話かけたらもうほとんど直しとるというあれだったもんし、その辺、ちょっと詳しく教えてください。磯部教育次長。はい、ご説明いたします。学校の施設につきましては、学校の先生から情報を寄せられます。そうすると我々の職員が現地の方へ行きまして、先生と話しながら状況確認の方を進めています。その後我々の職員は事務方がほとんどなもんですから、技師いませんので、技師に相談しながら、修繕の方をやれるところから順次やっているというのが現状でございます。山本健二君。校長先生になるんだか教頭先生になるんだか、しっかりお話を聞いて早う対応つんだか、早期対応に努めてください。次、体育施設の予算、これはちったい余計取ったんだか、補正でも出してちったい余計取ってくれたんだか、どうら、これを一番最初に聞きたいです。従前通りの予算で来とるんだか、こう山本のちったい言うたし余計取ってやれつってなっとるか、その辺どうらちょっと教えてください。鈴木教育次長。ご
ご説明いたします。今補正予算においてはスポーツハウスのプールの方の修理ということで209万円の方計上させていただいてございます。また日頃の維持管理というものにつきましてはやはりそれは当初の予算帰結予算の中で対応することになりますので必要な予算というのは予算要求の段階でしっかり検討して計上の方していきたいというふうに思っております。山本健二君。しっかりと要求があったときにはできることはしっかりやってやってください。お願いします。次、高齢者などへの宅配生活支援について問うつのをお伺いしたいです。これは市長の一番最初の お話で今度はネット用のが光ファイバーが全島にこうつながっておると思っておるんですがそれでこう俺たちにも1台ずつ貸し働いてもろとるのでこう何て言うんだっけネット販売って言うんだかそんなもんお年寄りが使えるようになりゃこういう今なんだあれどこやったこの。こういうのより使いやすいお年寄りが分かりやすいかと思って色読むのも分かるし服の色も分かるし傘もデザイン服のデザインも今度はネットでやら使い方教えらって言い方するだけ教えていただけば あれらしいそれでこう公民館用のところでもやってもらいたいけどこう集落センターとか。もっとこうこじんまりしたもののところでもお年寄りにこう立ち寄りやすいとか集まりやすいようなところで開催つんだかしていただきたいと思っておりますがその辺いかがでしょうか。吉川社会福祉部長。はい、ご説明いたします。タブレットではございませんけど今年度、南部地区を対象に高齢者のスマホ講習会というのを開催しますので、そこの中でインターネットの使い方とかが入ってきますのでちょっとその辺が可能性があるのかというのは、この講座の中でもちょっと確認していきたいと思います。山本健二君。自分もこういうのは船でで分かっとる人に聞いちゃこうやっとるんだけどもそのしてこう理解する人がおればこうお年寄り同士こうまた広がっていくと思うんで会場を予見してこう分かってくれる方を増やしていただきたいと思います。よろしくお願いします。次美化運動について問います。これは俺何言いたいかというとこの前俺は間の地間の地区で生まれたもんし間の地区でやったのに参加させてもろたんだけどもあれが人名岩あたりの国道沿いここで美化運動やったんですわ。俺これは県がやらなんところなとなんで佐渡市に主催のに県道のとこやっとんだなと佐渡市でやらんなんとこもうちょっとあらんなはずだとこう思ったんだがこの場所決めっていうのはどうやって場所決めしたんですか。金子市民生活部長。はい、議員が出られた時はですねトライアスロンのコースをここを伸び化をしようということで場所を選定しております。山本健二君。トライアスロンやらなんとこもし何て言うんだ佐渡市で、記念してやらなんつってやった仕事だとそういうことになろうけども俺はそんな関係ねえ、佐渡市でやらなんとこやら俺はいいと思って佐渡市にやらなんとこまずやってそれで、みんなやり終わったら今度は県とこそんなトライアスロン地形なそんなトライアスロンのところを記念してやるかこうならんなんと思うがその辺はどうだな。金子市民生活部長。
ボランティア清掃ですので施設管理者が誰かとかそういうものではございません。議員が言われてる他のところやりたい場合にはですね、そこはボランティアでですね、どんどんやっていただきたい。今回のは皆さんにお声掛けをしてトライアスロンコースをきれいにしたいということで皆さんにボランティアを募ったところでございます。山本健二君、その趣旨がトライアスロンのためにやるんだということを打とうってやったからやら。どうです金子市民生活部長。トライアスロンの前にした美化活動ということです。議員が言われたようにですね、どこがやるかというのはそれは皆さん個人個人でですね、選んでもらっていただき構いませんけれども、市が声かけをして日を決めて時間を決めてやった、ここについてはそのコース、トライアスロンコースの美化活動ということでやっております。山本健二君、言いてんのは佐渡市がやらんかつって言って佐渡市、予算で油だなんだってのこう取ると思うんだよ。今後言うのこうて持ってきてくれとった。あらどこに、ね、全然こうとんだよ。金子市民生活部長。はい、市の予算から支出しております。山本健二君。ということは佐渡市予算でやっとるけも幹事社のねえとこやったってことだ。まあ俺そこに引っかかっとるんだ。もうちょっと佐渡市に予算でやらんなんたら佐渡市に記念市なんとこやらいい。俺んこら考えだし、あんたたちにいやいやトライアスロンの方が大事だっつって予算組んだのならそれでいいけども、予算組んだなっつうか使うならあれらか知らんけども、ほら佐渡市に全員をつこうってやるんだったら佐渡市が管理しっとるとこ、これをまずやらんなと俺はそう思っとるんだ。それにどうだい。金子市民生活部長。はい、トライアスロンを前にですね、参加する選手、ここのおもてなしを兼ねておりますので、そこに今回は市の予算を使ってやりましょうと判断しております。山本健二君。そんならまあそれであれならこれは問答なんだ、行ったり来たりするばっかりらしけまたあれらしあれしますが、今度は参加しとり見てさ、今度は草刈り持っていっとんだけもの、道端やるとどうしてもコンクリラ石らつとかゴンゴンとやって歯ダメするんださ。そういうし燃料も大事らけも歯ぐれ一名つけてさ、ありがとうございましたっつうことはできんかの市長。渡辺市長。ボランティアですので基本的に油もボランティアの場合本来用意しないということもあり得るんですが、やはり消耗品でありですね、油ぐらいは我々も支援したいと思っておりますので、あくまでも議員ボランティアだということをまず認識の上でご理解をお願いしたいというふうに私は考えております。山本健二君。ボランティアらすけん、まあ、タラでやるのは当たり目らつんだか、どういうんだろう、そういう発想んだか、どういうんだか分からんけども、まあ、歯一名もつけてやら、俺もそんな出てやろうかっつ、もうおるかおらんか分からんけも、まあ、そう思って、まあ、言うてみました。まあ、考えてみてください。ボランティアでも、だねって考えてみてください。次。高知漁港などで魚の放流事業についてと、これなんですけども、これはほらいいことだと、どんどんやってもらいたいと思っとるんだけども、他のところでもできるつんだし漁港でもできるつお話聞いとるから、こう宣伝これをもっとやってもらいたいと思っておりますが、いかがですか。本間農林水産部長。
はい、議員おっしゃる通り、こういったいい事業というのは、説明会の時等に、お知らせして、おります。でその結果、今年度については他の4地区もこれに取り組んでおりますし、今後もこういったいい取り組みの方は積極的に、紹介しながらいいものを取り組んでいっていただけるようにしたいと思います。山本健二君、よろしくお願いします。次、雇用機会拡充事業補助金で建物を改修した場合の固定資産税についてお伺いしたいです。これ、今どういう状態でなったんだ、これをまず教えてください。いただいとるんだか改定して、固定資産税が前より高くなっとるんだか、そのままんだか、それを教えていただきたいです。金子市民生活部長。はい、市長の答弁にありました通り、従前の通りで対応しておりますので、改装したからといってですね、固定資産税が上がる措置は取っておりません。山本健二君。これ、古しいのを新しいしても、これ固定資産税変わらんということになると、自分の全然やるもんだっちゃ補助金なしでやってるわけやの。これ補助金でもろうて立派するんだの。この辺そのままでいいんですかの。金子市民生活部長。はい、補助金といってもですね、雇用拡充の中で、雇用者が増える、ここに対して支援をしたものでございます。単純に自分の家を改装してですね、壁紙直したとかの補助金ではございませんので、そことは同じようには考えておりません。山本健二君。これ自分で仕事やりたいと思って、改装したりするもんとさ、補助金をもろうて、改装して、事業やるもんとさ、これ同じつうことあっていいんだかな。100万、1500、1200万もろうたもんと、自分で1200万使うて回収したもんと同じことあっていいんだかな。金子市民生活部長。はい、補助金をもらったとしても固定資産の評価を変える対象じゃなければこれはできませんので、同じとか平等とか不公平ではなくてですね、ルールに乗ってやっております。山本健二君。ということはまあいいや。全然面積が変わらんと、お金をいくらかけても前ままでいいってことですか。立派な柱でつか木つこうて修繕したのも評価が上がらんってことですか。どうなんですか。金子市民生活部長。はい、固定資産税の考え方としてはですね、改築、ここは屋根をもう全て変えたとかですね、そういったもので価値が上がるという場合はございますけれども、現在内装をした場合にですね、それが対象になるかというと、ならないと。ただし先ほど市長が一時答弁で申したですね、面積が増えたとかですね、その建物の、もの自体が変わってしまった、それ場合は評価の対象としております。山本健二君。これ、佐渡観光ナビに、掲載されている公衆トイレの設置場所、これ検索していくと、30何箇所しかこれ
ポチポチ印ついとらんだけも、俺この前聞いた時は80何箇所トイレあるって聞いたんだけども、その30何箇所しか出とらんということは、どういうことなんだい。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。議員おっしゃられました通り、現在佐渡観光ナビというところに情報発信の一環として、トイレも含めまして、情報の方を掲載しております。今掲載数は確かにおっしゃられました通り、30数箇所でございます。今後のその、どのような情報を載せていくのかということにつきましては、引き続きちょっとこちらの方で検討させていただきたいというふうに考えております。山本健二君。俺言ってるのは、80何箇所だったら80何箇所こう印つけて覚えてほしいと。何を言ってるかというと、トイレは催した時にすぐ行きてえわけだ。そうしたら個数がいっぺんあった方が行きやすいだろうと。それこれいっぺんこうポーンとやるとトイレの場所をパーンと出るようにしてもらうと、なかなか手間かかる俺たちを飲んだと。その辺配慮をお願いします。お願いします。これで終わります。ありがとうございました。以上で山本健二君の一般質問は終わりました。ここで